第52回 NHK 紅白歌合戦は2001年12月31日に NHK ホールで行われた通算52回目の NHK 紅白歌合戦。19時30分21時25分及び21時30分23時45分に NHK で生放送された。21世紀最初の紅白は生放送も楽番組における。 リアルタイム字幕放送を世界初実施。キッズドリームの曲目。歌手は次の通り。司会は、うどう、安倍良ナ、大晦日の紅白歌合戦、四国新聞、2001年11月8日、紅白司会うどう&、安倍アナコンビ、スポーツ日本、2001年11月9日、紅白歌合戦3年連続総合司会の、 うどうアナ、紅白の司会は5歳吹ける。デイリー新潮、久保純子、3級で、紅白司会は、国中良子、週刊新潮2001年9月6日の、チュラさんが、紅白の司会者に、有名女子アナを蹴散らし級、浮上、週刊ポスト2001年9月28日号、なお、翌年の、第53回における赤組司会選考はウド、うど三3級明けの久保、 全場で争いとなり、結果、う道の続投となった。郷田道と紅白歌合戦の真実、351ページ。アッコテレビで、幸子挑長発、スポーニチアネックス、2001年12月17日。この8時4分過ぎというのは、8時だよ。全員集合の前半コントの開始時刻とほぼ同じである。2019年6月29日。 激レアさんを連れてきた。高田、紅白歌合戦の真実。この時歌ったのは、同じく川島の代表曲の一つでもある、時代遅れ。ミニハムズお友達ブック小学館、2002年、48ページ。ISBN4 から09から29万5071から3。紅白視聴率最高は、ヒカワケミストリー、スポニチアネックス、2002年1月5日。 唐沢俊明、室伏広次ら、紅白審査員、スポニチアネックス、2001年12月20日。この前年に、石井拓郎と交際していたド堂が、変装して、合鍵を手に、石井の自宅に入る様子をカメラに撮られ、両者の交際が発覚したという逸話をネタにした。今年の紅白は、歌より、お笑い、ドリフ、吉本、コロッケも、ザックザック。 2001年12月21日小林は同作挿入か誰かがそばにいるを担当していたが本紅白では夢の果て死後戦の夢を歌唱デイリー新調紅白の裏側も暴露うどうアナが NHK 視聴者に愛される理由はダヴィンチニュース2014年11月15日うどううどう679ページ ドリフの全員集合のテーマ、誰かさんと誰かさん、ドリフのズンドコフ氏、志村健の全員集合東村山温度、ドリフの本当に本当にご苦労さん、ドリフのビバノン温度のメドレー、先生、悲しみ本戦日本海、越冬ツバメのメドレーなお、紅白歌合戦の真実によれば、前回も番組側は雅子に出演打診を行ったが、本人が辞退したという。 キロロ紅白最後に活動休止、スポニチアネックス、2001年12月10日。ゴーダ・ミチヒト、紅白歌合戦の舞台裏、ハット ABC 中島美雪、桑田、大物が紅白振ったわけ先行の裏事情、ザックザック、2001年11月30日。ゴーダ、紅白歌合戦の真実、352ページ。ゴスペラーズ紅白初出場当格、スポーツ放置。 2001年11月3日、稲垣禁親中、スマップ紅白出場事態、スポニチアネックス、2001年11月30日、NHK 会長、スマップ稲垣は、紅白出場 OK、サンスポー、コム、2001年10月4日。ありがとうございます。